今日はですね、倉敷市水島エリアに来てます。久々の夜の街なんですけども、今日は日曜日です。やってるお店とやってないお店あります。で、時刻が9時をちょうど経った頃なんですけども、今日もまたいつも行ってるお店行ってみようかなと。久々なんですけどね。あ、こんにちは。どこ座ったらいいですか？あ、金もあってますけど、自分の居場所作りだよ、多分。何時窓のトイレが入ったら、入っとらんの？入っとらんの？裏メニューとかないっすよ。裏メニューってなんか、こう書いてない、なんかおすすめみたいな。もう酢の物しかない。酢の物しかない。もうこの秋の裏メニューも考えます。あ、まあそうですよね。もうあるものみたいな。あるもので、じゃあ生千枚。はい。タレは？タレは何が？あ、なんか辛いのか、辛い、普通のサラサラか。じゃあ普通でお願いします。ごま油は？あ、ごま油も。ごま油のサラサラ。ですね。塩ホルモン行っていいですかね。はいはい。あとでもあれですよね。暑いの嫌っすよね。いや、ええよ。じゃあ、柴田好きな。じゃあ、チゲ鍋ミックスチゲいけます？ミックスチゲのホルモン焼きで結構あるわ。どうする？塩ホルモンと。え？塩ホルモンとチゲ鍋大丈夫？あ、いきます、はい。じゃあ、もう最近も全然お店やってないですか？ちょっと良かったんじゃない？ああ、もうやっぱ暑いし。なんかな、急にな、力が出た。ああ。いや、でも、だいぶお客さん戻ってきたから、それでまた忙しくなってね、また生活スタイルは変わってきますね。ね。日曜日は1ヶ月ぶりに開けた。あ、1ヶ月、あ、日曜日がってですか？ああ。あ、へっ。日曜日休みやから。ありがたいです、今日なんか。あ、なるほど。やっぱじゃあ電話した方が一番正解ですよね、絶対。ね、お願いします、青唐辛子。ちょっと怒られたけど、ちゃんとしたら。金よりピンクしてみようかなと思って。あ、落ちますよ。まあ、なんか毎回塗らないといけないです。めっちゃ辛い感じですか？辛い。あ、青唐辛子って初めてじゃないですか、僕入れるの。初めてですよね。え？あ、お願いします。バリバリ入れますね。楽しみです。え？あー、増えてますね。
でも塩ホルモン初めてですね、僕。いや、前も食べた。ほんまですか？なんかタレ、タレ油かなんか。塩は初めて。普段、ショーさんも忙しいけど、毎日のせいというわけで。うまうわほんまやっすね、なんか独特な唐辛子。だからアウトが冷えた方が美味しいよ。あ、ほんまですか、うん、食べてみて。わかりました。え、じゃあめちゃめちゃ激辛だったらやっぱ色とか違うんですか。赤色。赤色、これはまだまだマシ。ああ。青唐辛子がよく入ってるけど。ああ、なるほど。でも六時ぐらいから。匂いすごいよ。匂いすごいです。もう香辛料の匂いがもう独特。青唐辛子が匂いが。ああ。その代わり青唐辛子入れた方が。おいし。激うま。あ、激うま。意外ですね。青唐辛子入れて魚の煮付けが一番美味しい。あ、青唐辛子と魚の煮付けですか。そう、魚の臭みを取ってくれる。全然違いますか。色がいつもと違うな、これは。あ、ありがとうございます。唐辛子の数いただきます。ちょっと辛いぐらいです。まあ、後から来るんですかね。まだ我慢できるぐらいです。あ、でもめちゃめちゃ美味しいですね。なんか味噌みたいな入ってるんですか。韓国味噌。え？あ、誰が入ってるんですか。ごちそうさま。はい、ありがとう。
今日何時にやるんですか。11時。今日はなんか安いや思うとだけど、今日は初め開けといて、でこれから徐々に開けていこうかな。ああ、まあでもね、体合わせてどうですよね。もうなんかもうしんどかったら別にしんどくてもいいんじゃないですかね。ね、まあそこは地元の愛で。地元の地元愛で。みんな多分分かってくれると思う。昨日は金曜はめちゃくちゃ忙しかったんよ。でも土曜日なんかはほんまお客さんがドリンクくれたんよ。で金曜日でおかんも力高わせるけんってドリンクこうやってくれたんよ。それ飲んだんよ。ほら急に寝るとなって、もう体がものすごく元気なんだけど目があかんのよ。ああほんで行けんわ。無理しようですね。多分そうそう、そしたらね、そしたら昨日はまた違う人が小さいドリンクをこうくれたんよ。ほんで拾えたら一発飲んだ、ボッケ元気だったんよ、もう飲んだ時は。そしたら4時頃になったらなんかこう目が回るよ、体が震えたりするんじゃん。ほんで拾えたら自信なくたんじゃねえなんて言ったら、いやお前さ顔の悪いゲームじゃん、ドリンクのあれ薄すぎて合わんかったんだ。もういろんなもん入ってますからね、うん、もう覚醒っていうかね、うわーって体が拾えたら元気なんよ、ボッケ。やっぱ私なんともなかった。私は顔色がすごい悪いでな。その前はもう目が赤いのよ。で帰りそうてもお客さんいっぱいおるが、帰れんが、お母さん眠けえ言うんじゃ、眠けえわ言うんじゃよ。それでも4時半だったんよ。 昨日も4時半じゃ、はあ、昨日もなおが来て大福がねえ言って、うちなんとか来てから帰ったの。帰った後、なおやってきよって、結局4時半。あ、じゃあ長いですね、はい、いろいろ大変ですけど、お体大事になさって、はい、ありがとうございます。ブランカーの上が見とるかでしょう。今日パジャマですから、パジャマみたいなもんですよ。パジャマじゃあまた、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ね、相変わらずでございましたけども、もうこんな感じの今日でございました。ぜひ興味ある方行ってみてください。インターネットではね、営業終了が、朝まあ、4時なんですけど、なんか最近ちょっとやはり体力が、まあね、土曜日が忙しかったりして、日曜日がしんどかったりするので、まあ場合によっては1時に閉めたりとかあるので、ぜひ電話お願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。